選挙中に安倍元総理が暗殺されたという悲しい出来事がありましたが、容疑者が旧統一教会に恨みを持っていたというのことですが、統一教会はやはり自民党の支持母体ということであってますでしょうか。例えば創価学会公明党だけではなくて、いろんな宗教団体がいろんな政党に対して、これは主に個別的な選挙区 での問題が多いけれど、選挙区での事象が多いけれども、力を持っていることは事実です。で、統一教会が現在自民党に対して影響力を持っているかどうかというのはよくわからない、私はよくわからないんだけれども、うん、要するにさ、新党系のさ団体とかっていうのは自民党に対してかなりの力を持っていることは事実ですよ、それは、はいはい、うん、統一教会に関してはかつてね、日本の保守政界とパク・チョンヒ大統領の子、うん、パク・クネさんのお父さんね、はい、の頃と日本の保守政界というのはものすごく蜜月の関係があったというのは事実で、その時にはかなり強い、関係性というものが見て取れたということはあると思います。これは別に政界だけではなくて、例えば、学会とかね、アカデミックの世界とかっていうのを、世界平和教授アカデミーだったかな、そういうような団体が設立されて、うん、かなり影響力を持っていた旧統一教会は。そういう時期があったんだけど、今みたいに日韓関係が非常にこう悪くなってくると、特に日本の保守政界と韓国の政界というものの関係が悪くなってきた場合に、果たして統一教会がどれほど日本の保守政界に対して影響力を持っていたかどうかというのは分からないです。ただし記者会見でも言っていたように、安倍晋三氏が、旧統一教会系のなんか団体に対してビデオメッセージを送ったりしたということはあったのようですね。あと雑誌の表紙とかになってましたよね。そうだから、その無関係であるというのはそれはさすがに無理でしょうって話なんですけど、じゃあそのどこら辺まで影響力があったかとかは、その自民党としてっていうのは難しいと思うんですけど、でも各選挙区でじゃあ票が欲しいよねっていう時に一定の信者の人数がいて、でこの人たちが投票してくれたら受かりやすいよねって言ったら、まあ仲良くしちゃいますよね、という可能性はあると思います。でもそれは、うん、いかにこう組織票というのが重要かっていうことになってしまうので、うん、まあ要するに旧来的なあり方だろうというふうに思いますけどね。統一教会ってのはひろゆきさんの世代だともう知らないかもしれないけど、勝共連合っていうのを作ってたんだよ。はい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 。勝共連合っていうのは共産党に勝つって書いて。そうです。反共っていうのが一つの保守の非常に大きな力だった時代があったので。そこでやっぱり保守政治との、日本の保守政治との関わり合いっていうのが強くなっていたというのもあるね。まあ、その岸信介さんの時代ですよね。もともと要は戦犯で刑務所入ってたけど、そのアメリカが共産党を止めるために刑務所出してくれて、共産党なんとか止めろよって。そうそうそう、まさにおっしゃるように岸信介の時代です。はいはいはい。でじゃあそれを止めるために韓国のパクさんと協力して、でその統一教会的なところと一緒にその勝共連合というのを作りましたと。そうで、それでまあ蜜月があったのは事実ですけど、そこからその安倍晋太郎さんっていう安倍元首相のお父さんもまあつながりあっただろうけど、3代目になるとどこら辺までつながりが残ってたかっていう、だから関係の残存みたいな形はあったのかもしれないけど、ちょっとそれ以上の関係と、例えば票をね、日本の中でどれくらいこう旧統一教会が動かせるかとかっていうことについては、私はね、割と懐疑的ですけどね。はいはい。いや、だから僕そこら辺がその安倍さんを支持してる保守とかネトウヨの人がちょっと方向間違ってるなと思うのが、その統一教会関連してないよねとかっていうんじゃなくて、むしろそのまあたらればなんですけど、その統一教会なんかに関与するべきじゃないっていうのをもっと言ってたら、安倍さんはそこは強く切れたんじゃないかなって思うんですよね。いや、その、うん、統一教会にそこまで支持してもらう必要はないけど、過去の歴史もあるから、うん、多分、うん、まあ腐れ縁的なつながりがあったと思うんですけど、うん、マジ統一教会とかと組むのいかがなものかって。いや、そのネトウヨ系の人って韓国嫌いじゃないですか、うんうん、で韓国の犯罪者である文鮮明が作った宗教と絡むのは何事だっていうのをもっと安倍さんとか周りに言ってたら、そりゃさすがにもうちょっと組めないっすよっていうので、安倍さんも言いやすかったんじゃないかって気がするんですよね。まあね、それはあると思うね。いや、だからそこのなんか、ネトウヨ保守の人たちも、なんか、まあ、安倍さんが組んでるんだったら、統一教会そんなに悪くないよね、とかっていう方向になんか意見を言ってる人がいて、いやいや、そうじゃねえんじゃねえかな、って僕は思うんですけど。私もそう思いますけどね。チャンネル登録よろしくお願いします。